期待させる深いので、うん、ぜひぜひ皆さんに読んでいただきたいの。全部で3巻あります。3巻もう出てて完結しております。あの主人公がこの正面の顔を向いている方ですね。まず正面正面を向いている方がマキオくんマキですねマキくんです。でこの横顔の方が渋川くんです。でこの2人は高校生で田舎の高校生です。うん キーは男、まあ、男の男性が好きなんでですよねででもそれをずっと秘密にしている、まあ、人に言えなくって、まあ、あの早く田舎から脱出したいって思ってるんですよ。早く都会に出たいって思っているそんな真木君。で渋川君はその真木君のいる、まあ、田舎に転校してきた子なんですね。で,でその時に、まあ、渋川君が転校してきて。 で、同じ学校に通ってきて、で、でも共通の趣味があるっていうのが分かって、次第に心をね、開いていって、仲良くなっていくんだけどっていう、うえー、本当に本当に、叶わなかった恋の続きをってタイトル、やばくないですか <laughs> ここで恋なんてするつもりなかったのにって書いてたんですよはいえ、誰の、誰の継ぎ踏みだ <laughs> 私ポイントがこちらですね、はい、3巻続けて一気に読んで BL の枠を超えた超大作ですもう3巻やっぱ全部通して一気に読んでいただきたいんですねやっぱそれ「えっ?」ってなっちゃうから <laughs> もう続きが気になっそうそうクソデカそで漢字を抱えすぎて <laughs> え「え柳瀬くんと渋川くん知り合いなの?」みたいな <laughs>。 <laughs> もうボンブーたちがって <laughs>、ね、なってでやっぱ真く君はその平和に過ごしたいもうな,なるべく事を立てたくないもう孤独でいたいから、うん、ちょっと目立ちたくないからちょっと冷たい態度みたいに取っちゃうんですよそうそう, 2>, そう2人ともだからその甘いものが好きっていうなんだろう甘党男子かわいい <laughs> かわいい愛 <laughs> いいんですよあそこのこしあん美味しいよなって目キラキラ輝かせながら言うから習慣も なんか学校での様子と違うけどこっちが本当のマキ,だマキだよなみたいな感じでやっぱお前のそういう笑顔いいよなみたいな感じで <laughs> おお何かが始まりそうみたいに <laughs> なっていくんですよ。これはもう恋愛感情だって思うんですよ。でもあ、渋川はきっとなんか自分と同じような感じじゃないし渋川もなんか好きみたいな感じの行為を向けてくれるけど、まあ、それは友達としての好きだと。だからこの気持ちは一生隠し通さないといけない。 って思うんですよね。はい、まあでもはてなれのところをちょっと強調させたくて、なんか花火大会とかにいた時とかにまきと2人で見たいんだよ。みたいなこと言うんですよ。みたいなやるな,な。そう。すごい。なんか静かな。神社のところに行って、<laughs> うん、なんか2人っきり。ここなら素敵になれるよね。みたいな感じで言って <laughs> 何みたいなえ。これはもうハッピーハッピーハッピー。みたいな ももううときめきめがもう止まらないですよで花火がバーンって打ち上がって中で二人で隣同してさって「あき綺麗だなー」みたいな感じで浸るんですよ。好きだなーとか言いつつなんかそのマキが置いてた手に渋川が手を重ねてきてたりしてたんですよ。えっ隣同士でさっててでもなんか確定じゃないですかそんな確定演出みたいなうそうですよマキがポロって言っちゃったんですあっ,ってなるじゃないですか、うん、告白みたいになって「あ好きだな」ってなってもう「あ隠しきれない」

あのチュルチュルのレビューの評価も高くて3巻の紙率とかが72.3%だったんですね紙食べたいっていう気持ちになると思うので、うん、なんか甘いものを用意してそれつまみながら読んでいただければなっていうふうに思います,うす、ね、はい、うん、甘いものを摂取しながら動きをするんですそうですねもうぐ、ん、<laughs> ちゃぐちゃになりそうですねうわ <laughs> 大福を食べながらなんかね泣いてあ <laughs> ちょっとしょっぱいみたいな <laughs>。 もう涙のしょっぱさか <laughs>、うん、大福のしょっぱさか何かわ、ね、か,からないけど <laughs> はい、ぜひ皆さん読んでみてください <laughs> はいはいということで最後の挨拶いきましょうかはいはいせーのバイチルありがとうございましたありがとうございました